一番手前が、ジャーディン・マセソン紹介ビルジャーディン・マセソン紹介ビルは、上海ワイタンに位置している、建築物。旧地盤からワイタン27号とも呼ばれる。ルネサンス風建築のジャーディン・マセソン紹介、ビルジャーディン・マセソン紹介は1832年に、中国の広州で創業して、以来、極東方面で営業を展開していった。1843年に、 上海で認可された最初の貿易会社として支店を開き、翌年、ワイタン27号の土地を入手して、2階建ての植民地建築風のビルを建築した。1920年から1922年11月に、かけて4度目のビルの建て替えを行い、現在のビルを建設した。建築は一棟7階建てであり、外部はルネサンス風建築であり、 花崗岩で覆われている。建物全面中央の3階から5階の部分には、円柱が5本あり、6階と5階の間に細かい、掘り込みが施されている。設計は、スチュワードソンスペンスとされる。その後、このビルは1949年の中国共産党、上海占領後、政府に接収され、1955年からは、 上海外国貿易局が使用するようになった。現在は各種店舗が入っており、1階には元六寿司が入店している。1863年、ジャーディン・マセソン紹介は、井上文太、遠藤金介、山尾洋造、野村八吉、伊藤博文の長州五傑のイギリス留学を支援する。横浜支店支店長のウィリアム・ケズウィックは、チェルスウィック号を手配した。 5月12日、5人を乗せた船は、横浜を出港し、上海に向かった。5月18日頃上海に到着し、ジャーディン・マセソン商会上海支店の支店長に、面会した。話が通じず、結局支社長は、お前たちは、何のために要航するのかと聞いているらしいことは分かった。そこで、海軍を研究するとうとして、 ネイビーとすべきところを間違って、ネビゲーションの一言を発した者がいた。この言葉を、支社長は、ナビゲーション、イコール公開術と理解したという。当時の上海は、東アジア最大の西欧文明の中心地として、発展していた。長州五欠は、上海の繁栄と100層以上の外国軍艦及び、その他の蒸気船を目の当たりにして、 上位という無謀なことをすれば日本はすぐに滅ぼされてしまうだろうとの判断から開国へと考えを変えていった。ありがとうございます。